オスズメバチ。こんにちは。今日はこの凍らせたキイロスズメバチをミツバチに与えようと思います。死んだばかりのスズメバチを与えるとミツバチは鉢玉を作って攻撃するんですけど、凍らせた状態ならどうなるかちょっと試します。予想、攻撃する。予想と違って攻撃しませんね。あ、一瞬乗っかりました。周りのミツバチは自分の仕事に夢中でスズメバチには反応しませんね。羽ばたいて巣に風を送り込んでます。ただ、若干恐れているのか、距離を取っているようにも見えます。お、突っつき始めました。ミツバチは冷たいスズメバチに対して警戒は示しますが、鉢玉を作って攻撃をすることはなさそうです。ミツバチは敵が死骸かどうか体温で判断してるんでしょうか。お、口でくわえて大きく巣箱の前まで移動させました。置いてから約10分経ちました。つっつき始めるミツバチが増えてきました。お、運び出しました。高級は作らなかったですけど、それが異物として巣の外側に持っていきましたね。ミツバチはそこそこ綺麗好きで、巣のゴミを外に捨てに行く行動をよくします。普段の掃除は巣のクズを捨てに行くことが多いです。調子の良し悪しによって仲間の死体や幼虫を捨てることもあります。こういったスズメバチをミツバチに与えると、ミツバチは鉢玉を作ることなく普通のゴミとして捨てに行くという結果でした。体温が敵が生きてるか判断する要素かもしれませんね。
じゃあありがとうございました。